さあさあさあ始まりました。本日も父さんがお送りするセブンデイズトゥーナイトダークネスフォールズ、今日こそ3回目のペナルがやってまいりました。いやもうさすがに今日この動画でフェラルまで行ってしまおうかなと思っております。まあね、意外に時間があってやることがあったんでちょこちょこやってはいますが、日付ご覧ください。20日23時54分いよいよ21日になろうとしているところです。まだ時間はありますのでギリギリまでやれるだけのことはやろうかなと思ってるんですけども、もうやることといったらですね、こちらこのね、スチールスパイクが1個作るのに1分20秒もかかるんですよ。でこれが今ですね出来上がってるのが9個、意外に時間かかってこれが全部焼ききれないかなとか作りきれないかなっていうところでございます。まあ拠点はですね一通り大きさというか形は出来上がってますので、この形でいこうかなっていうところと、あと昨日の動画でですね皆さんコメントありがとうございました。結局掘り掘らんのかいっていう、いやこれ掘らないとめっちゃ掘られそうなんで、いやなんか不安要素、あ21日になりましたね。21日です皆さん、今日です、3回目のフェラル、怖っ。ということで、掘った方がいいよって、まあ、掘れば大丈夫みたいな有識者の方からのねご連絡いただいておりますから、一旦この次の列にしようかな。これね、スパイクをせっかく作ってこの拠点の周りにこのスパイクをですね置いていこうかなと思ってるんですけど、後ろは置いたんだね、この列ね、こういう感じで、ちょっとこれ間空いちゃってるの、これこういうのとかがルートになりそうで怖いから、こういう感じで置いておきたい。もう足りないよねーって感じで、この反対側も行きたいんですけど、なので堀を掘るためにはちょっと開けた方がいいのかなこれ。いや直で下から来るのが怖いんですけど、なんか階段かはしごがあれば絶対大丈夫だよみたいなことがあったんで、掘りますよ。いいですね、この周り掘り近すぎるかな、掘り掘った方がいいって、まあ、具体的には誰も教えてくれないというかそっくらい自分で考えるみたいな話なんでちょっと中途半端に登るところ作らない方がいいのかな。ここ掘っちゃっていい、これでここ掘るとまたさっちゃん来るでしょきっと。この列掘っていこうかな。このなんか2マス掘ればいいよっていう、そんないっぱい掘らなくてもええんちゃうんかみたいな話だったので、これをきれいに2マスほどで、横も2マス縦2マスみたいな感じらしいんですよ。だから横2マス縦2マスって言ってもさ、ここでさ爆破ゾンビが爆破したらさ結局この辺壊れちゃいますよね。あー爆破しなきゃいいだけなんですけど、爆破しなきゃいいだけなんだけどってあの人たち勝手に爆発する時あるじゃないですか、こちらの意思とは裏腹に。だからちょっとそこが1末の不安というか2末の不安というか、まあでもやることはやっていきたいと思いますね。まあどっちにしろね、今もうこれ以上強化がしようがないんでスパイク置いちゃったから、なのでスチールまだありますけど、こういう感じで細かいことを調整していきます。はい、とりあえず2列分の掘りは掘ったんですけど、こんな感じかな。ここに最終的に帰ってくるようにしたいから、ここで階段にしていけばいいですかね。どこで上げようかな。ここで上がる感じにしますか。てか、もうむしろここで直接上がれるようにしとけばいいんちゃうんす。ここに、これ、ここに、どう？この最後の接続部分がしくってそうな雰囲気、すごい出ますけど。大丈夫かな？ルートだけで、ルート問題だけですよね。ここにも、直接、あ、さっちゃん来てる？ちょっと周り確認して。大丈夫か？来てない？え、怖いな、さっちゃんマジで怖いな。ここに直接、階段つけて、ここで繋ぎましょうか、接続。いや、うわー、大丈夫か、これで。本当に、合ってるよ、さあ、これやり方だ。不安なんだけど。超不安なんだけど、大丈夫かな？これでこうして、ここに階段を接続させてみます。ここか。こうだね。こうだね。で、これでブロックありますから、コンクリートブロックで、これを、階段状にすればいいってことかな。こういうことかな。こう。こう。で、この下は通常の、四角ブロックにしといて、これで四角。はい。で、ここで土台作っといて、一応これ強化しといた方がいいですよね。念のために。念のためにこれ強化しといて、まだスチールは余裕ありますから。で、もう一回一撃これをこう、あ、違うこうこうこう、これでいいよね。で、そしたらこの階段自体がぶっ壊れることは まなくはないと思うんですけど、強化しとけば登ってくるからルートは確保できてますので、落ちた、堀に落ちたゾンビはね、うん。で、ここはもう一列ぐらい
スパイク余裕があったらここ敷いてくって感じでいいかな。これでこれだとこっち側も引き続き同じ感じでやりましょうか。はい、オッケー。こっち側もじゃあ同じようにブロック敷いて強化してで階段をここに設置して、あ、やべえ、あ、間違えた、こうでね、こうで OK だね。よし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 。で2段階上げてと、これでいいですね。両サイド、これだったら両サイド、もうなんか前の形とちょっと似てきていますけど、地上にやるのか下に掘って作るのかみたいな感じなんですけど、まあこれで一旦掘りっぽいことはできたかな。これでこっちから上がるしかないですもんね。こっちから行くかこっちから行くかだからいいと思うんですよね。これでいい。あと、あ、もう一列ね。こっちももう一列あと引き続き掘ればいいのか。これで全部2周掘り掘ったので、あとはウッドスパイクじゃないか、このスチールスパイクかがあればここに敷き詰めていけばいいかなっていう感じで、結構できたんじゃないですか。完成度今回高いんじゃないですか。どう、掘りでちゃんと、ね、2マス横2マス縦2マス掘って、最後ここ上がれるように、ここの下がなくなっちゃったら上がれなくなるから、ここの下だけプレート敷いとくとか、そういうことやっていい。だからルート破壊されてさ、ルート変更になるのが一番怖いんですよ。それを恐れてるんです。だからこういうプレートとかをこういう感じで敷いとけば、最悪この床がなくなることがちょっと緩和されません。これでどう、ここでここスムーズだもんね。ここでルートが切れるってことは考えにくいですもんね。こう上がってくる感じだから、ここも一応強化しとこうか。なんとなくわかりますここはここで吹っ飛んでさ、ルートが変わってさ、なんか破壊モードになって、この地面から来られたら弱いですもんね。1マスしかないから、そこちょっと懸念してるんですよ。で、ここもプレート敷いとこう。ひとしきり出来上がってきました。でも足りなくなったところは、ここで鉄のスパイクも作っといたんで、もうこれ気持ち程度。もうすごい気持ち程度なんですけど、こっち側にも一応つけといて、これもう一発だよね、こんなん置いといても。まあでもまあないよりはマシってことで、これでどうですか？このラインだけは二重にしといて、横掘り掘って、この下もな、今一応スチールまだ余ってるので、せめて床をなんかな、下手なことしない方がいいっすか？こういうところとか。なんか、不安になってくるんすよ。このなんか土むき出しって。不安じゃないですか？どう思います？これでいくしかないのかな。あとは、できる強化といって、これもうこっちに重ねていくしかないですよね。プレートコード回転していってんでだ、これ逆の方がいいかな。立って、あ、そうそうそう、こういうこんぐらいしかできないですよね。こっちをこの面を強くしていく的な。まだスチールが若干余ってるから、正面これで二重にしとくぐらい。ほらこういうことじゃない。少しでも硬くしとく。横から来るでしょうね。でもね、やつらはこうやね。で、今、スチールの残りが、でも、そうでもないか、257ですもんね。言うて使ってきてますわ。これで正面ちょっとだけ強くなってて、で、ここで入って、あと下ね、ワンちゃんと、なんか、これも視聴者さんからコメントもらってたんですけど、透ける人いたじゃないですか、透明になる人。あいつらこれ関係ねえんじゃねえかみたいな話が出てるんですよ。で、ここの下にハッチを置いたりとか、2分の1ブロックとか、ああいう系はルートが変わって破壊モードになったらどうしようもないので、それだけはちょっと避けたいなっていうところもある。なので、ここはでも、あ、ここはプレート置けるね、後ろ。後ろから来てもいいように。横、まあ1枚だけか。床、まあ床はいいとして、ここも1枚ちょっと強化しておきましょうか。もしものために。ここはいいよね、強化してもね、別にね。これ、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 ここの列。もう一回いける。ほい、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 ほい。ほら、これでだいぶ、背中はなんとなく1枚増えた。あと、逃げ道か。作っといた方が。下手に作るとね、上から、あ、でも上に逃げるんだったら別にいいのか。上に緊急避難つけときます？ここ、これ。これ、上に上がれるように。上はだって貴族さんしか来ないですよね。鳥貴族用だったら天井にはないけど、天井から抜かれることは多分ないと思うんですよ、この拠点で。なので天井に最悪逃げ道作っといて、でもここ突破されたらさ、次向こうで湧くじゃん。で向こうで湧いて向こうトレーダーハウスボコボコにされても嫌っすもんね。あー、一応逃げ道作っておくか、ここ。いや、まあハッチ一応作れるので、鉄製ハッチ、これが一番強いのかな。
鉄鋼だからダブル、こっちあれどっちが強いんだろう、これ電動ダブル、ダブルダブル、あこれはハッチじゃないか、普通の入り口の扉か、あこれだな、一丁一個金庫扉作っときますか。で最悪あの上に逃げれるように、しておきましょう。よしハッチとりあえず2個作ったので、でこれ私ねあることを思いついたというか、なぜそこの発想に至らなかったんだって今自分で後悔してるんですけど、あの前回やり積ん拠点にしようとして結局上で戦ったじゃないですか。だから今回もしね開幕一番この万歳拠点が全く通用しなかった場合、動画めっちゃ下りますよね。これここ失敗したら誰も万歳しないみたいなあの透ける人とかワンちゃんがいっぱい来て瞬殺されるみたいな、スパイダーとかね来てね全然使えませんでしたって言ったら多分怒るでしょみんなねきっとねだからやっぱねこれ棺桶拠点っていうよりはここ1マス開けて、で最悪例えばねここ失敗したらだよ、このバンザイがバンザイ拠点グリコができなくて失敗したらですよ、上に上がって前回私上から戦ったじゃないですか、上でフェラルを。だからね、なんで2万にしたんだろうな私ここだから上に上がって最悪ね、上でパルスグレネード投げたりとかしてこれもう野戦になるっていうか、最悪それでも勝ちたいもん、どうなってでもね。負けはダメだと思う今回は、今回は絶対勝っていきたいから。なのでここで一旦上に上がれる緊急避難というか、まあ作戦としては B プランだよね、 B これ B プランだからね保険じゃないですからこれ、 B プランだから、作戦 B だからね。作戦 A はまずはこのまっすぐ来るやつで、このまっすぐのグリコがルートが壊れるもしくは通用しなかった場合、もうプラン B だよ、作戦プラン B に切り替えて上で地上で戦うと、いやじゃあ屋上でね、屋上で戦う作戦に切り替えていきたいと思います。こういうことだよね、ここねこうしといてこう開けます、で開いたらこっちにパルクールで登って、で上は上でこれを設置すればいいってことですよね。こうか、これでいいよね。でそうすると一応二重じゃないですか。で下からもしここ突破されて、こことかまあここでフルボッコ状態になったらですよ、私がこっちからジャンプで上がってと、で一応ハッチは二重にしとくと。これって強化これ以上できない、あーなんだ次なんか特殊なアイテムマーク出たな、これこれ以上強化しようと思うと、なんだろうあのこの右下見えます、なんか特殊な特殊なマークが出てるいやまあこれ以上強化ができないってことですね。でここで野戦よ、でここで野戦をするときにさらにですよ、安排を踏んでいくためにここに屋根をつけるここに屋根をつけるんですよ、こうそうしてね、だからポールをここにポールにしといてですよ、このポールをこの、四隅に立てといて、上から、貴族の方々が多分上には溜まってると思うんで、あここにタレット置いてたんだ綺麗に置けないじゃんこれで、こうしとくじゃないですか、なんかここはこうしとくか、ここだね、こうしときましょうか、ちょっと避けといて、って不本意ですけど、でこの、上を屋根をつけちゃう、これいう屋根はもう普通に四角のブロックでいいと思うんですけど、足りないかなこれマス的に、こうしといてこれ崩れるかな、ティロリロン色変わりましたよね確かね、これね OK 置けますね、こうしといて一応屋根だけはこういう感じで、荷重耐久大丈夫かな、出るんじゃないこれで、ちょっと狭いですけど頭どうよこれで、どうこれ、これでまあちょっと一応ここ強化しといてだよ、柱はね落とされないように強化しときます。スチールまだ大丈夫、582まだちょっとあるね、ここで1重ぐらいのスチールはいけるかな、これで1周できたんですけど、スチールがあーぴったりに、いいじゃないですか、ぴったりですねで残っ、トゲトゲがちょっと残ってるんで、トゲトゲこの辺に置いとこうかな、登ってきてもいいように、こうこうこれでね、でこれで自分食らうんでしょこれ、どうせ多分こんな感じであ、まあ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 強いくなったんじゃないですか、保険もかかってますし、これでどうでしょう、これで、でもまあショットガンタレットがあんまり意味なくなったが、こうなるってくると、ここに飛来して入り口を叩き始めたら、貴族の人たちが、ショットガンタレットが多少手伝ってくれるっていうレベルですね、こういう感じだと。ということで皆様大変お待たせいたしました、今回完成した拠点はこちらでございまーす。どうですかやっと完成いたしました。
一応ですね、周りにちゃんと 2×2 の堀を掘ってですね、縦に横にで一周ね、なんとなく鉄針が余ったんで鉄針も一周ぐるっとどんだけビビってんのみたいな話ですけどこれで鉄針を囲ったと。でまあもうここに落ちちゃった敵とかはまあここから登ってくるという形でいいかな。でここのグリコ万歳拠点ですね、ここを突き抜けてくるという状態でございます。でワンちゃんとかスパイディとかね、透明になる人とか対策で、ここがもし失敗した時の、まあ、これプラン A ですね。で失敗したらプラン B こちらです。こちらハッチ開けて私のパールクールで2段ジャンプする。でここ閉めます、これ緊急事態ね。で上に上がりますと。で上に上がったら一応鳥貴族用にですねこのショットガンタレットを置いといたんですけど、もうもはやこの上は天井を張ってですねまあこの間から鳥貴族飛んでくるからね、入ってくるからまあそれ用にこの、ショットガンタレットが役に立つと思ってはおります。で最悪ここでプラン B ですね、ここから上からですねグレネードポイポイ投げたりとか、この爆発矢とかでね、これ今爆発矢セットしてませんけどクロスボウが火吹いたりとかして、まあこっからはもうトリガーハッピー、まあ野戦みたいな感じですよね、戦ってくような感じでいけば、これだけ二段構えしとけばさ大丈夫なんじゃないかなと思うんですよ私ね。どう思いますこれで、最悪これで落下して自分が拠点に戻ってこれないっていうパターンも考えとかなくちゃいけないんですけど、どうするこれ、足元にこれブロックを置いて引っかかって自分が飛び出ないようにするって作戦もあるんですけど、そうすると真下に撃てなくなるんですよね、真下に溜まったゾンビたちを。だからちょっとそれがあるから、まあ、ここはここで安牌残しといて、まあ、今回はね勝ちたいんですよ絶対的に。これはちょっとで、ね、負けられないかなと思うんで、この状態で今回64体分けでございます。さあということで朝6時30分もうやることはもう事前にできた、あと準備だね、忘れないように準備で、これちょっと若干踏むんですけど、ここで行くとき、まあ最悪ここから登ればいいか、ここで、あここで登れますね、最悪正面から私パルクール取れてますから、このプレートの段差に足を引っ掛けてここから、あ登れますね、よし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 。さてもうちょっとあとは持ち物ですね、持ち物確認して準備チェックしてフェラル当日迎えていきたいと思います。持てるだけの弾はこれで持っていってるんで今準備中でございます。弾ですね、マグナムコイルラウンドってこれ使えなくない、あこれ使う武器ないんだ、マグナムコイルラウンドってそもそもこれだって7ミリでしょ、うーんごめんコイルスナイパーこっち、あーコイル武器がスナイパー1本しかないってことか、心細いよこれしかないか、あとまあだから槍でしょ、でスタンバトンで、これが 7.62 を使うんですけど9ミリ弾、うーんまあ通常弾か、タレットにも忘れずちゃんと弾フルスタック入れといて、これはこれで OK でしょ、でこれも開放しといてパック開けときます、こんだけやりゃどういけるんじゃないコイルラウンドの武器はまあ間違いなく打ち切れないでしょうね、こんだけの弾は1、2、3、4、5、まあ約3000発ぐらいあると、3000発ぐらいですね大体で、 7.62 は1、2、3、4、5、6、7、8、9、10だからこれも3000発ぐらい、どっちも3000発ぐらいあるけど多分修理キットが今15個しかないからそこまで打ち切れないんじゃないかな、弾もで 9mm も1、2、3、4、5、6、7だから2500発ぐらいかがあるという状態ですね。ショットガンは1、2、3、4、5、6、7、8だから1200発ぐらいか、いやどう、もうこれで戦うしかないもんね、だってね、あとはパルスグレネードはこれ下で投げちゃダメね、上に上がった時しか投げちゃダメで、1回でプラン A の時に使ったら絶対自爆しますよみたいな、まあ、そりゃそうでしょうねって話なのでパルスグレード投げ物系はプラン A じゃダメでプラン B になった時に使うという作戦ですね。時間は21時12分、泣いても笑っても今回が最後ではないですがもうこれ以上やれないもんね、待ちに待った3回目のフェラルでございます。準備を整えて、もうやることをやったよね、もうやることやったよね、もういいね、これ以上もう弾をセットしたし、これで上でこれプラン B ね、プラン B エリアでちょっと電源入れとこ、毎回さタレットの電源入れ忘れたりするからもう先にオンにしといて、オンしとくじゃないですか、 15W ねバッテリーまだあるし OK スイッチ入った、そこれでいいね、でこっち行ってやることやったね、はしご階段あるし、はい、始まるぞみんな始まるぞ、とりあえず上で見とく、上で見といて、でどっち方面から走ってくるかでルートでちゃんと正面から入ってくるかどうかを確認してから始めるかどうするか、うーん、まあ、でも一旦ちょっと上で確認しよう、上で確認してね、やるからね、今回はちょっと頑張って、槍とスタンバトンね、スタンバトン、特殊ゾンビはスタンバトン、他のゾンビは槍ツン、でどうしようもない時はもう銃ぶっ放すみたいな話ね、で特殊ゾンビは
コイルガンだったらいけるわけね。これだったら、これだったら倒せるから、これで倒しつつみたいな話でいいね。もうおさらいましたね。これでいいね。ちょっとイメージトレーニング、ひひふひひ緊張するなんだろうなこの緊張感、わかります？あのフェラルで緊張してるんじゃないんですよ。勝ったか負けたかでによってですよ、どういう動きになるかによって今日のこの動画のコメントのね、皆さんのごめんなさい、はい、頑張ります、全勝します、全勝しますからね、皆さんよろしくお願いしますね。ほんとやばい、どうしよう、今めちゃくちゃトイレ行きたくなってきたんですけど、めっちゃトイレ行きたい、どうする、まだ、いやこれやめといた方がいいな、これ我慢しよう。今お薬飲んだし、ご飯も食べたしね、これで装備系も全部修理はある程度してあるし、防具も修理完了だし、 HP は今301、スタミナは321、時間は21時49分、怖い、あ50分になった、うちまで装備だ超怖い、うわマジでいろんなプレッシャーがかかってるから、なんだろうな、普通に多分ね、別に配信とか何もしずにフェラルを迎えるならこんなに緊張はしないんですけど、わかるかなこの緊張感、伝われみんなに、これ手が震える失敗ができないっていう、こういうことだよね。始まるぞ。53分、この21日のフェラルは1回しか訪れませんからね。64体分け、今回こそは問題ないでしょう。皆さん準備も万端、掘りも掘ったし、2列2列ね、周りもカチカチにした、これでいける、これプラン A とプラン B どっちも用意はしております。前半戦はプラン A、 グリコが失敗したら上に登ってプラン B 参りたいと思います。時間は21時57分ごめん、いや58分、あと2分だ、あと2分だ、みんなやばい、始まる、あーこっちの空は明るいし、で外に落ちたとしても私ジャンプで上がってくれますから、正面からね、そこだけ忘れないように、行くぞ、来たー皆様、それではよろしくお願いいたします。あ、そっちから来るんだね、あ、これで明るくすればいいんだ、ヘッドライトつけて、あ、登ってきてる、登ってきてる、オッケー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 、登ってきてる、始まった、とりあえず扉蓋閉めて、ここも蓋閉めます、さあ来い、あれ、おい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 、なんか通過したぞ今、あ、おいおい、ちょっと待って、ルートがおかしい、こっちだよみんな、あ、来てる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 、よし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 、いいぞ、オッケー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 、グリコ始まったグリコ始まったグリコ始まった、オッケーオッケー、危ない、ちょっと一瞬不安だったけど、オッケーオッケーオッケー、やや、特殊ゾンビ来てる、特殊ゾンビ来てる、見てるかみんな、今回こそはやり使ってるぞ双子さん、あ、来た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 、爆発ゾンビも来てるけど、やばい、こいつはやっぱダメだ、こいつはやっぱダメ、こいつは全然効かない、よし、ちょっ、やった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 、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、ちょっと暗い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 、いける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 、いける、もうこっちのスタンバトンに行けばに、槍じゃなくてスタンバトンに行けば、あの透明なやつが来てもやれてる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 、全然いい感じ、全然いい感じ、わしは詰まってる詰まってる詰まってる、すごい詰まってる、すごい、いいいいいいです、いいですいいです、いやわしゃい、あいじゃい、あこちゃん、いやいちょ、もう一丁もう一丁、あ、まぶしい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 、いいですね、ちょっと待って、これ死体で詰まってるな、死体が詰まってる、死体が詰まってて、やばいやばいやばい、おお、すごいことになっております、すごいことになっております、死体が詰まっております、いい感じです、いい感じこれは勝ったんじゃないみんなね、これはありがとうありがとう、ほらこれはいい、お、すごくいい、ほら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 、押してる押してる、なんか来た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 、ちょっとね、このね、あの死体をちゃんと処理していかないとこれ詰まるね、あーでもいいよ、ほらどう、あらよ、あ、どうもどうもどうも、来た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 、透明の透明のやつ、透明のやつ来た、透明のやつはこう、お、ちょっと押されてる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 から、ちょっとちゃんとこれを処理して進んでいかないと良くないね、横も叩いてる、横も叩かれてる、横も叩かれてるけど、横は頑張って、大丈夫か、横マジで、横マジで横を叩かれて、ちょっと槍に変え、槍変え、槍変えよ、通常ゾンビは槍で、こっちの人はやばい、ちょっと来てる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 、持ち替えて武器持ち替えて武器持ち替えて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 、なんか痛いぞ、なんか痛い、ちょっと回復入れる回復入れる、落ち着こう落ち着こう、落ち着いて回復入れる、回復入れて、もう一回回復入れる、詰まってる詰まってる詰まってる、マジ詰まり、マジ詰まり、横からゾンビの声が聞こえる、マジで超怖いんだけど、ここは一旦ちょっとこれ数減らすわ、一旦数減らす、一旦数減らす、一旦数減らして、一旦数減らす、一旦数減らす、透明なやつ来た、透明なやつ来た、透明なやつ来た、透明なリロード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 、よし、落ち着こう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 、落ち着いてリロードして、
透明なやついるもん、そこには。そこに透明なやついて、透明なやついる、いる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 、キャ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 もう 下がカオス、下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 カオスになってるけど、ここで、落ち着いて、リロード。リロード、大丈夫、大丈夫、落ち着こう、落ち着こう。ね、落ち着こう。いや、めっちゃいるじゃん、ここ。で、ここからだよ。ここからパルスグレネードの出番が来て、自爆しないように気をつけようね。パルスグレネードを自分が吹っ飛ばないのに、HP 回復してる。これ、こっちがそのまま投げるんじゃなくて、ピン抜いてから投げると。はい、ここで落ち着いて、数を減らしていこう。この作戦、オッケーオッケーオッケー、いいよ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 。いける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 、下もね、下も投げる、よける、オッケー、数減らす、ここ投げとく、飛ばしとく、そこもゾンビ取りに来てる、飛ばす、オッケー。長さが足りなかったね、マジで。圧倒的に長さ足りないわ。もう溢れ返ってるもん。ここの下さ、吹っ飛ばせるんじゃない、これ。どう、これを、これを、これをやったら最後下なんかえらいことになってそうだな。えらいことになってる。よし、ここにめがけて、いいよ、いやー、やったわ、もう最悪、うわ最悪、やった、ちょっと待って、でも大丈夫です、ごめんごめん、これは大丈夫、これは想定範囲内、想定範囲内だから、これリカバリー効くわ。上だもん、上だもんね、上だもんね、落ち着いてみた。やったけど、これ今間にスポット入らないかなと思ったんです。でこっからダッシュして、ダッシュしてこっちに来る前に一回走って荷物回収しに行って、落ち着け落ち着け落ち着け、大丈夫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 、リカバリーしよう、リカバリーしよう。そこら辺はあれでしょ、想定範囲内でしょ。だからこっちからこう行きます、行って一回やられて、あどう、一回引く、これ一回引くか。いや、いる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 カチャいいんだからね。そう、一体何で戦ってると思ってる。ああ、透明なやついるな、透明なやつもやっとく。でここはこうよ、これ倍少しなくてもよかったね。はい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 、しっかりしっかり狙っていく、コイルガンでしっかり狙って仕留めていく。これ8倍じゃない方がいいね、4倍とかの方がいい。これ分かります、私のこのスコープを覗く手が震えてるの、これこの緊張感が出てるんですよ。ああ、いるいるいる、透明な人いる、透明な人いる、透明な人、透明な人いるから、よしやっていく。もう一匹いるな、もう一匹いる、これ4倍とかの方がよかったな。いる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 、はいはいはい、おっ、よしよしよし、飛ばし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 、消えたのかやっつけたのかよくわかんないけど、いるね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 。これはでも上でマウント取ってれば勝てる気がする。どう、ガンガン使おう、ガンガン使おう、弾はガンガン使っていこうね。めっちゃいるやんこれ、どうする。これもう一回ここでパルスグレネード、オッケー、パルスグレネード飛ばす、もう一回、一回溜まったら、一回溜まったらパルスグレネード、やってこい。上、鳥貴族さんたちはこっち出ないね。よし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 、これならまあこの同じパターンでいけんじゃないか。プラン、速攻プラン A だったけど、速攻プラン A 失敗したけど、プラン B、 プラン B でいけてるんじゃない。こう溜まってるね、ここ。一回引いたならその後いけるんじゃない。ちょっと一回回復入れといて、ちょっと落ち着こう、落ち着いて回復入れて、でここに増やしといて、ご飯はいいね、ご飯食べて回復、回復の時間が必要なのよこれ。はい、来てる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 、で開ける、開けてちょっと中の様子見に行く。どう、いないね。あー、しょしょしょ、引き続いてる、引き続き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 、ショットガン使っていく。次こっちですよ皆さん、一回、あー、ここなんか穴開いてるな、来てる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 、スタンバトに切り替える、スタンバトに切り替える、やっていく、オッケー。また消えた、消えるやつが来るな、無視してくるんだやっぱり、消える人が来るから、ここはスタンバトでしっかり、でここが溜まって溢れ返ったら上に上がるっていうプラン B ね、プラン A とプラン B をしっかり付け替えながらやって、この透明なやつがマジで痛いんですよ、パンチが。やって、やって、よしよしよし、やった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 、やべ、壊してる壊してるこれやばい、ルートがおかしくないこれ。ちょっと来た来た来た、透明来た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 、透明が痛い、透明のパンチがマジで痛いわ。よし、これちょっと詰まってきたな、詰まってきた、ちょっと一回上の階に避難しよう、上の階に一旦避難させてもろて、はい、回復入れとく、で、お薬も飲んどく。きっつ、これきっつ。で、まだ大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫だから、回復ちゃんと回復ない、
ちゃんと回復入れる。で、パルスグレネードもなくなってきたんだけど、ここはしっかりここでパルスグレネード投げておく。溜まったらパルスグレネード投げておいて、足元吹っ飛ばないようにだけ気をつけて、でだ、あとはここからリロード、リロードちゃんとして9ミリ、他は7ミリとかでもいけるね。ここはここからトリガーハッピーで冷静にやっていこう。で、透明な人倒せないわけじゃないんだね。倒せないわけじゃない。7ミリでも倒せない。ただ硬いってだけ。硬くて、硬くてって止めるのやめようよ。硬くてで止めるのはやめよう。ほんとね。よし、いろ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 。ここやっとく、やっとく、やっとく、やっとく。やっといて、ちゃんとエイムして狙って、数減らし、数減らし、数減らして、数減らし、いやーい来たこれーよく待ってくれたな、まだよっしゃー待って、6ミリ。まだまだ弾あります。死ぬほど、今日のため、日のためにね、弾を溜め続けてきたんだよ、こっちは。行くぜ、俺の M60 が火を吹くぜ。ウォー、回復なんかさせねえぜ。回復する前に私が焼き切ってみせる、この効果力で。どうだこの連射力、やれてんのか。多分やれてると思うけど、お願いね、やれててほしい。これはマジでお願いします。やれててください、やれててください。いやいやいや、リロードします。どうだ、下来てるね。いや、一応だから倒せないわけじゃないね。ほら HP 減るでしょ。倒せるは倒せるんだ、別に。回復が超回復で来るから、いったそこか。うわー、やってくれよリロード。まだ止まる気配ないな。ウェーブが止まる気配が全くないんだけど、これ下だね、下来てる。ああ、でもスパイクもいい仕事してるわ。スパイク結構いい仕事してるってね。スパイクが結構いい仕事してくれてるから、結構こう削ってるんだよね、スパイクで。硬い。そしてこのグリグリスパイク、このドリルみたいなやつ、ドリルスパイク結構強いから。爆発したね。爆発するのはもうしゃーないから、ここはなんとかスチールのこのスパイクで耐えてもらう感じ。もう見てこのルート袋、やばくないこのルート袋の数。痛えな、毒吐きがすげえ。どこ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 、毒吐きどこにいる、そっちの方。どこだどこだどこだ、毒吐き気をつけつつも、すーもうルート袋だらけなんだけど、これ大丈夫64体これ DF。 やばい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 。ちょっとでもやっぱあの透明な人にはあの万歳は効かなかったね。そこだけだわ、万歳効かないから、ちょっとそこだけ気をつけなくちゃいけないんですけど、これ持つか、持つ。弾はまだまだいっぱいある、弾はいっぱいあるし、で回復もまだできてるから、あ、そこ言いますね。はい、やっていきましょう。やっといて、で透明ゾンビがそんなにまだ多くない感じなのかな。警官ゾンビもちゃんとしっかりやっておきましょう。でここで数減らして、バイカーゾンビとこの縦列ね、この縦列。はい、毒食らってるけど大丈夫。一回引きながらリロードして、そして回復もちゃんとこまめに入れとく。なんだ、いる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 、めちゃくちゃいる。だからこれもうこっちでどんどんやってってもいけるんじゃない。どう、真下でパルスグレネードとかあんまり使わないようにして、いてぇなすごいな、リバースもろ受けしてる顔面で。スキルポイントも結構溜まってきております。はいはいはい、これ使える余裕があるうちは他の武器使っていって。あ、来てる来てる、透明の人。いやでも倒せないわけじゃないね、やっぱりね、透明な人も。ただ間髪なく撃ち続ければとりあえず倒すことは一応できることはできるっていう状態かな。よし、こっちで9ミリでもちゃんと使っとこう。このタイミングで育つから、9ミリとかもちゃんと育つから、弾温存しつつね。ここでとりあえずこの辺に打っとけ当たるみたいな感じになってますけど、リロードします。はいはいはい、お光さんもいる。削り切らないといけない、回復しちゃうから。回復しちゃうから削り切らないといけないから、ちょっと多めに弾当てとく。ダウンしたゾンビでも多めに弾当てといて、どっからベロベロ入ってきてるんだ。ここは関係ないかな、ここら辺。この辺もちゃんとやっつけときましょう。下の人もちゃんとやっつけときましょう。あ、来てるね、透明の人来てる。なんでスタンパって持った今で、M60 に持ち替えます。いる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 。ちょっとあれ、透明な人減った、見えないだけかな、透明になってるだけ。ここ削って、ここ削って、ここ削って、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 爆発する爆発する、爆発する、削る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 。すげえ、ルート袋の数見て、すごいことになってる。やばい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 、この状態でも処理落ちしない、この PC を信じて。いやー、いける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 。プラン A 準備しといてよかったねいやマジでこれは心の底から思うわ。やっぱ逃げ道、あっ来たー、12時。おいみんな、これは勝利じゃない。準備備えあれば憂いなし、そういうことでしょ、そういうことでいいかな。よし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 、プラン B からのプラン A、 じゃあプラン A からのプラン B 用意してよかったですね。これはもうあとは数減らしたけどもね、パルスグレネード投げちゃおうかな。よくもやってくれたら、よいしょ、飛んでいけ、オッケーオッケー、もう一丁そこにも、いいよじゃい、吹っ飛ばしていきましょうかね。これは勝ちでいいかな、これちょっと下降りてもいいかな、いいでしょ。ちょっと一回あの自爆したのはノーカウントで、これノーカウントで、本当に下にパルスグレネード投げようとしてる、ね、
自爆車なのか。あー、溜まってますね。いらっしゃい皆さん。うぅいうら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 絶対倒せないわけじゃないから全く効かないのかなって思ってたんですけど、これ透明な人もほら倒せてるもん一応。ほら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 、あだま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 だ、ふさおでございます。ありがとうございます。残党狩りでございます。残党狩りタイムかな。終わった。どうかね。まだ足音聞こえる。どう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 どっか言うとこ、どっか、あいた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 。おいおい、さっちゃんいるね。さっちゃんもやっておきましょうか。どうだどうだ。これほら乗り切ったでしょ。ちょっと距離が短かったね。バンザイのルあんなに押し出してくるとは思わなかったけど、めっちゃ押し出してきたもん。ここに来てやべ、ここでここに来て銃の耐久がなくなったけど、ワトは残党でね。筋トレ上昇お疲れさんです。オッケー、やっていこうやっていこう。 M41 早いね。このえいやってこれ、えいはいはい、残党狩りでー。はい、どうもありがとうございます。どうも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 、筋トレ上昇お疲れさんです。ほら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 、あ、ここにも筋トレ女子お疲れさんでーす。おー、いいですね。泣いてますね、さっちゃんが。これ終わるってさっちゃんこれ泣き続けてたらさ、これずっと終わらない気がするんだけど。はいはいはい。でもまあクリアじゃないですか今回、完膚なきまでに。で、本当に一回ミスって自爆したのだけは本当に勘弁してもらってそれだけはそれだけはぐる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 来てる。それだけはちょっと見て見ぬふりしてもらって、あれは夢落ちってことで。ほら行ったよみんな。どう、ちょっとこれは残党だけ頑張って今から処理します。よし、これで終わったか。終わったね、さっちゃんのターンも。いやーし、終わったー。みんな無事に完封できました。どう、いやー、これはいいでしょ。めっちゃルート袋落ちてるんだけどね。やば、これ。皆様ありがとうございます。ちゃんと溝もほっといて正解だったし、全然この拠点だけだって無理だったわ。距離が短かったし。でね、これも有識者さんたちのコメントでね、ちゃんと逃げ道用意しといて、方がいいよっていうのも、プラン A、プラン B もね、両方用意しといて、すべてが、功を奏したっていう状態。有識者のみんな、ありがとう。ふさお64体はきっかったぜー。Da da da da